はい、やりましたよ。まあ、あとはもうじゃあ適当に茶を濁すような戦闘でもしてみますか。バッファロー ボスにでもなってみっかも。いやーなんかね、意外となんかねいけちゃいましたね。スイ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 とね、もう忍者のごとくね、あの行動、本当なんか忍者みたいな走り方ですよね。この猫のシューズを履いてるせいもあって、なんだ、ちょっと待って、なんかもう引き込まれちゃってる。あ、待て、あそこ通らないと悪いってことか、これ。ああ、そういうことか。通らないと通れいけないんだ。こうなったらあいつの仇を、兄弟の仇を俺が取ってやる。いや、お腹入ってるよ。くそ、なかなかあれが出てこないぞ。いや、よし、一旦逃げる。そして、これだ。ヒットアンドウェイで、もう。来た。よし。そして、もう食えるんじゃない?もうなんか。食えるんじゃない?というか、お、なんか全滅してるぞ。あ、でもいる仲間が。まで。なんか、あれだね。もう体が大きい者同士でやり合ってくれてるんで、勝手に死体になってくれるっていうのは助かりますけども。あ、こいつだよ。こいつ。引っかかって。あ、なんか。よし、行くよ。これは仲間なのか?違うか、仲間じゃないな。あ、やっぱ鎖かけてるぞ、なんだ。あ、すごい、激闘の後で。すごいね。あ、やっぱ腐ってる。もう食えねえ。お、なんかボスになったぞ。よし、ボスになった。じゃあ、せっかくだから大魔戦にしちゃおう、もう。え、なんだ?あ、ただメスか。まあいいや。あ、待て、来い。そちら。もうここまではね、もうゲームに関係ないんで、もういつ終わってもいいんですけども、まあね、せっかくだからということで、ちょっと続けておりますけれども、はい。せっかくだから、まあね、どこまで続くかっていうか、うん。でも恐竜でなんか、ハイスコア出しても、ちょっとなんか、どうなんでしょうかって。それはそれでいいか。ライオンは?お、腐ってない。お、新鮮。うん、はい。あ、これも?仲間これ。仲間ですね。うん。よし、じゃあ寝ましょう。はい。交尾して。はい。何代目だろう ?4 代目かなこれが多分。OK。3兄弟が、はい、さあ目的がもうねなくなったんでね、あとはもうどこまで生き残れるかってチャレンジなんですけど、まあコメントでいただいたようにね、ゴミ袋をかぶって被れば腐ったものは食べてもポイズンゲージが減らないとかってね、そういうことを教わったんでね、そういうことを生かしつつやって、まあちょっとやっていきたいと思うんですけど、果たしてこいつはちょっときついからな、何しろね、いろいろと。でここにいろいろとね、プレゼントボックスが出てくるんで期待してたんですけど出てこないんで、30年もう50年とかになっちゃうとね、最低限生きる餌すらもう危うい状況というか、なかなか出てこなくなるんでね、あんまり無駄な行動が取れなくなるんですよ。ちょっとここでちょっとなんか食わないとね。でもスタミナジャギしかねえな。じゃあペット用9号で、とりあえずライフ復活させとくか。それしかないですね。はい。うん。OK。それでしばらく持つから、今、それをやってるうちにここを抜ければ。これチャレンジ一応見てみっか。なんだっけ。10回マーキングと、B チャレンジをすべて達成。
8回フィニッシュハント、あ、フィニッシュハントか、あ、つうかもうダメだ、40年になっちゃうな、40年までだからね。まああんまりチャレンジとかはね、私ね一生懸命やってないんで、ね、まあできればみたいな感じでやってるんですけども、あーダメだ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 、もう間に合わないぞこれ、ダメだ、ライフがもうない、ライフがないか、なんか食わねえとな、やっぱりなんか食わんと、あー腐ってるよ、ついに出ちゃった、腐ってるからこういう時にね、このゴミ袋をかぶるといいですよってことで、そうするとそうすると減らない、あ、ポイズンゲージが増えない、オッケーオッケー、うん、あーくそ、待て待て、なんか変なとこに来ちゃった、さあそして40年ですね、はい、やば、待て待て待て、ワニワニだワニ、お、待て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 、え、嘘、くそ、やっぱワニダメだよ、強え、ワニ強えな、ワニはね、ほんとね、しかも何匹かいましたよね今ね、あー、まだなんか来てる来てる来てる、ダメだダメだダメだ、なんだ、あ、何が襲ってきてるんだ一体、あ、ライオンだライオンだ、うわうわうわ、ライオンの目に来ちゃった、これまずい、これまずいぞ、これまずい、舐めやがって、くそ、もう孤独になったからな、すいません、待て待て待て、すごい修羅場になってきたぞこれは、よし、じゃこれペットシリーズで固めよう、そうするとなんか補正が働いてなんか良くなるよみたいななんかあったんでね、行くぜ行こう、うりゃ、なんだ、ちょっと待て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 、なんだ、うわうわ、よしよし、まずは誘い出そう、来い来い来い、一匹ずつやってやる、一匹ずつ来い、あ、逃げてきた、あ、来た、くそ、ここで隠れて、よし、ここで食おう、まず食おう、よし、待て、まずダメだダメだな、やっぱやっぱやたらとやるもんじゃないですね、こういうの、くそ、よし、やっと倒したか、あれ待てよ、なんか大丈夫か、あ、腐ってる腐ってる、老衰っていう年じゃないですもんね、まだね、じゃあ、これ維持変えるのがちょっとめんどくさいんですけど、まあでもね、うん、ポイズンゲージを増やさないためにもこういう細かいことはしないとね、うん、あとないか、あとないか、意外と意外とやれそうだぞ、ちょっともう一回ちょっとこのペットシリーズで固めて、いいや、さあじゃあ戻って、あっ、あ、探してるよ、2匹だったらやれっか、あ、待てよ待てよ待てよ、ライフが74だな、ライフ、ライフ回復できねえかなんか、あ、意外とないんだな、それで、あ、ハングリーゲージの上限あげよう、これ、あ、20になった、こんないいのあったの、ちょっと待ってよ、何もライオンやることないんだよ、もうちょっと弱いやつこっちいるだろ、多分いるんじゃねえか、あー、山手線東の下、渋谷死んでいくとちょいるみたいだな、うん、あ、お腹減ってきたか、
うん、まだペット用救護薬があるんで、これなんか、よし、OK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 、で、いちいち変えるのめんどくせえな、これ。しかし、いや、生き延びるためだ、生き延びるため。私結構めんどくさがり屋なんだね、これは。ちょっとね、いちいち変えるのがめんどくせえなって、あるんですけど。ただね、まあ、あ、うわっ、よし、オッケーオッケー、腐るか、腐る、やっぱりもう、もうこの時代になると、この時代っていうか、この年代になると、もう、腐るのが当たり前って考えた方がいいですね、もうね。よし。でも、どっかを制圧しないと、水飲めんの？水飲んでも大丈夫だよね、ゴミ袋かぶってるから。あー、でもここ、ほんといなそうだぞ。早々に抜けた方がいいね、ここは。それで、あの慣れた渋谷駅前とかあの辺に行って、あっち行けばもうね、単純なマップだし、まあ、行動もしやすいと言いますかね、あるんで、ちょっと一応マーキングとかしていこう。マーキング絡みのミッションもなんかあったような気もするんでね。そろそろなんか餌出てくるだろう、動物。ここは、あ、下は道玄坂、あんまりないね。もうほんと、もういるやつは必ず確実に仕留めるぐらいの感じで行かないと厳しいですね、これからはね。あ、いた、いたよ、レトリーバーちゃん。ちょっとあんまり、お、フィニッシュハント出したか。うん、何気にそうですね、慎重になってたせいもあってフィニッシュハントの回数が増えてたかもしれません。お、ビリヤ、お、ヘビ、なんだこれ、コスチュームヘビ。はい、なんだかんだで間もなく、間もなく50年に、45年ですね。まあ、結構ね、今回はゴミ袋を買ったりね、ポイントをたくさん使ったんでね、まあ、ポイントを回収するという意味でもいいんですけどね。よし、 OK。で、今はベテランか。まあベテランで一回台重ねちゃうか、これは。あー、下げメスはちょっとな、せめてただメスが欲しいな、やっぱりちょっとね。もうこれから多分台重ねできるのもこれがラストかもしれないんでね、少しでもいい状態で。46年、はい、さあ、お前は誰だ、お前は。あー、作業ですか。まあとりあえず駅前行っちゃいましょう。もう慣れたね、うん、ポイズンゲージを回復できる水場がすごくね豊富なんで、こっちはね。しかもその場所もちゃんと把握してるし、うん、安心して歩ける街で、なんでね。なんだこれ、黒ひょう。よし、こいつは食い手がありそうだな。よし、ポイズンケージも15まで減りましたね。あ、視界が悪くなったってことは、またポイズンケージが大丈夫かな。渋谷郊外マンモスたちが自然に帰ったってね。マンモス？マンモスって、あ、渋谷郊外すごいぞ。よし、行ってみよう。こうなったらマンモスって、すごい食い応えがありそうだね、これは。でもいよいよそういう、まあ恐竜もそうですけどもね、大昔の動物たちがもう、あっ、しまった、しまった、あいつ足早いからな。あっ、あっ、あっ、レトリバーだったらいけるぞ。よし、 OK。うん、よし、マンモスをじゃあ見に行きましょうか。お、渋谷繁華街に向かえ、はい、なんかあったんですね、そんなのが。あ、待て、よし、危ねえ、まさかトランがここにいるとは。しかし恐竜にかかればこんなもんだ。よし、
一応ここで水を飲んで、まあここでまず縄張りは確保しておきたいですね。次の確かね、郊外って結構ねトリッキーなコースといいますかね、結構複雑な地形だったと思うんで、行けるところがあったりね、行けないところがあったりね、そういうところがあるんでね、なるべくここでちょっと確実にちょっと占拠しておいてね、巣をちょっとね持っておかないとね。ここでさ49年ですね、はい、もう強さから言えばね、それ当然敵はもうねないに等しいんだね、恐竜ですから。それは長生きできるだろうっていう感じですけど、やっぱりねハングリーゲージがね、なんつってもね。よし、 OK、 はい、これで OK です。はい、でベテランから間もなくボスになるんで、あーでもちょ待ってよ、老衰だ、あー11歳だな、そういうことは老衰始まっちゃうから、サクッとマンモス買っちゃう、買えれるかな。すごい豊富だ、ここ。あ、ちょっと待って待って。行っちゃった。行っちゃったか。さ、まだいるか。なんだ。よし。まだ。まだ。やつ、ライオンかよ。あ、ここにもいるだろう、多分。よし、OK。よし。やばい、やばい、やばい。やばいぞ。やばいぞ、逃げろ。足はこっちの方が速いんだよね。もうボスにでもなれそうんだと。まだかな。意外と。どうだ。もう食っちゃうもん、このまま。猫か。はい、あとちょっとだな。よし、頑張ろう、ちょっと頑張ろう。ここにいるだろう、ほら、痛い痛い痛い、疲れてる。よし、 OK、 よーし、これで OK か。よしよし、ボスですよ、はい、よくこの50年超えた状態でボスでね繋げることができたなっていうのはね。これなんだ、タダメスか。でもここまで上げたんだからね、どうせ、まあしょうがないでしょ、体でかいからね。これねスルーしようとしたんですけど、触れ合ってしまいましたね。ちょっとね1台目の時も確かそうだったんですよ。やべえこれ下げメスじゃんと思って素通りしようとしたら、なんかね体がでかくてね触れ合っちゃったみたいな感じで、まあしょうがないですけどね。もうまあいいタイミングじゃないですかね。まあただメスでもいいんで、台をつなげるということで、はい、さあ50年突破、いいですよ。ちょっとマンモスをちょっと見たいね、せっかくだから。はい、6000円。3匹、3兄弟なんだ。これ前回これびっくりしたんですよ。これいけねえじゃん、みたいな。親が邪魔でね、まさかの、親がここに、当選簿してゲームオーバーとかって思ったんですけど、さすがにそういうことはなかったです。動くようになってます。はい。まだマンモス行くかな？ちょっと待ってよ。一応、チェックしておこう。あ、なんか渋谷郊外のこれ餌少なくなってっから、道玄坂のイベントだ。不潔な動物たちが集まっている。でも動物たちが集まってるってことは餌がたくさんあるんだろうから、そっち行ってみるか。駅前、渋谷駅前にもね、まあ、戻る。一番、あ、待てよ、これを食っちゃおう。OK。よし。そしてすぐさま外すっていう。これ結構高価なもんなんでね、このゴミ袋ね。で、ペットシリーズに変えて。OK。はい。
まあ実際ね、まあゴミプラ被ったままでもいいんですけどね、一応予備のために2個買っといたんで、まあちょっとやそっとじゃ、あ、いたいたいた、チーター。あれ、もうちょいか。よし、OK。チーター。救えるな、このまま。お、お、飲料水。こういうのいいですね。ほんと、飲料水とかペットフードとかね。ハングリーゲージの上限が上がるっていうのもうないかな、そういえば。ハングリーゲージの、あれ良かったな、なんか。もっと早く使っとくべきだったな、と思ったぐらいなんで。あ、ないですね。はい。これなんかほんといけそうですね、ずっとね。まあ、非常に安定飛行を続けてますけど。スモーク、うん。困った時はここに戻ってきてくるっていう感じでね、やっていけば。まあ、ここはね、安全地帯なんでね。駅前はね。骨すげえ浮いてるし。まだルーキーですよね。うん、いくら制圧したとはいえ。お、12回以上もう来てない。あ、なんだ。頑張れ、頑張れ。ちょっと待って、あそこにダメだな。なんかいるの、サギメスだかなんかがいい。あ、タダメスか。オッケーオッケー。うん。どうせ、後輩できないから、ぶつかっても大丈夫だ。うん。後輩できないからね。うん。あ、すみません。ダメだ、ダメだ。うん、みんな来い、みんな来い、みんな来い。しかもお前まで。よし。ちょっと待って。来い。まずい。まずいぞ。せっかくここまで来たんで生き延びたい。待て待て、来い来い来いよみんな。あのモーションでかいの結構楽勝ですね、あれはね。どうだ、あ、いるよ。もう虎も食料ですからね、もう今年になるとね。さあどうだ、いたいたいた、いたよ。見てないな。もうそろそろなら。警戒を解いて今だ。そろそろ行けるぞ。よし、オッケー。よし。ん？なんだ？お、よしよしよし。とりあえず目標80年ぐらいに設定しといて。あ、これあれですね、ゴミ袋かぶるとっていうので知ったおかげで、こういう何ですかね、残飯と言いますかね、こういう落ちてるやつもね、うん、食えちゃうというのはいいですね、これね。まあ今までだともうスルーしてたんですけど。いちいちこう服を変えなきゃいけないとちょっと面倒くささはあるんですけども。さあ間もなく60年ですね。ここなんかね、すごく平和ですね、60年経っても。あ、やべえ。あとはちょっと、ほんと動物がいなくなっちゃってね。あ、くそ。あとはちょっと、ハングリーゲージがね、やっぱり戦いになるなぁ、こうなると。カバーはね、チャレンジしてないですけどね。ちょっと怖いですね、カバーは強そうだなぁって、ね。カバー最強説があるぐらいですからね、ちょっとね。お、よし、非常になんかね順調に来てもおりますけども、ポイズンゲージが怖いからちょっと下げるか。ポイズンゲージ、ペット用救護薬ダイはちょっと取っときたいが、これにしとこう、うん、まず水飲んでね、ちょっとね軽めに。どうせ多分ここのあの線路沿いを歩くとね、あのまたポンポンって感じであのプレゼントボックスが出てくるんでね、なぜかここにはね、たくさん出てくるんで。ここも制圧して。ここまで来るとなんか本当は目的を失って、私過去最高何年だろう、もう80年とか多分ね、行ったことないと思うんですよね。今までもう、大概その目的のチャレンジをクリアしたら、あともう、何やりプレイで、じゃあそろそろ終了しますって、まあもうね、動画の時間もまあ限られてたりするんでね。長々と撮るわけでもいかないっていうんで、
もうやめてたんですけど、あ、こいつ敵かよ、あぶね、なんだ一瞬仲間だと思ったよ、敵か、そうか、似てるんだよな、アレックスがな、よし、OK、OK、携帯ベッド、いいね、携帯ベッド、そして今は、ベテランで10歳か、もうそろそろ大学生のこと考えないと、ダメですね。どうしたったらボスになりたいなっても思うんですけど、あ、またこいつ、うわ、待て待て待て、なんだなんだなんだ、なんか待て待て待て、ライフがやべえ、これで OK、 一旦飛行、ちょっと真正面から戦うのはちょっと得策とは言えないと思う、ここで一旦隠れて、嘘嘘、くそ、逃がした魚でかかったんですけど、今のはまずいまずいまずい、死んじゃうな、これでも回復するかな、うん、捨てれない、うん、よし、まず、まあ、ベテランになったんでもう次の世代につなげちゃいましょう、そうすればまあね約10年ぐらいはね、まあ、確保されるんでね、待てよ、一旦寝よう、ここで。なるべく夜っつうのはね、行動したくないもんなんで。あ、うわ、ちょっと待って。なんでこうなってんだよ、おい、ちょっと。危ない、危ない、みんな来い、みんな来い。あ、サギメスかよ。さあ、タダメス、せめてタダメス。あー、ダメだ。何これ、プテラノドンみたいな、なんつうんだっけ、トリケラトプスか。トリケラトプス。こいつ攻撃できんのかな、トリケラトプス。こいつに攻撃してみっか。ああ、まずい、まずい。プテラノドンだ。お、倒した。よし。結構苦労したわね。これで終わりなんだよ、すごい食い応えありそうな。あ、やばい、老衰だ。ダメだ。もう死の子の言ってらんねえや、もう。いい、いい。もう、詐欺メスでもいいや。もう、降りよう。降りて早く。あ、まずい、まずい、まずいぞ。もう相手を選んでる暇はない、もう。お前でいい、お前でいい。で、まず、こういう時にないのかよ、シャン。飲み、飲み飲みね。どうすかな。まず、ペットフード。まず、これで。で、洗い流さないとダメだから。あ、代々木公園東、パンダがやってきた。パンダ、あ、あ、これは仲間か。まず、まず、かゆがってる、かゆがってる。パンダ見たいな。まず飲みをちょっと洗い流して、それからね、あー、まずい、漏水が、あ、よしよしよし、あ、よし、やっと来た、そして水も飲んで、よし、オッケーオッケー、はい、じゃあこれで、あ、こっちでもいいのか、別に、もうそこにもう、うわまずい、よしよしよし、あ、なんだ、いやー、サバイバルですね、ここで逃げる、もう食わない、あいつはどうせもう次のラインね、繋ぐって決めたんだ、さあこれでもう10年は安泰だぞ、うん、多分、はいはい、ハングリーゲージプラス1か、パンダを見に行こうって言ったんだ、それで。じゃあ、パンダを。まあ、今度、下げ虫なんでね、ちょっとね。二人兄弟ですけども。待てよ、なんか、いろいろと外れてる気がする。あ、そんなことないか。よし、じゃあ、このまま行こう。待て、待て、
うわ、まずい、これまずい、ちょっと攻撃受けたな。よし、一旦引こう。よし、あれ仲間は、なんだこれ、狼だと思ったらお前狼じゃねえ、ライオンだと思ったら狼かよ。くそ、狼の時が、狼の時が、待てよ、ダメだ、ライフがない、まず回復だよ。でペットフード、待てよ、これっすよ、うん、で一旦隠れこうだ、でライフの回復を、まずライフの回復だ。いいぞいいぞいいぞ、あれライフ回復しないぞ、なんか、え、なんでだ、よし、ちょっとダメだな、ライフ回復しないと、え、ここでちょっと睡眠してみようか、うん、OK、うん、よーし OKOK、はい、これでいい、携帯ベッド余ってるからね、慎重にいかないとダメなんだな、これ。あ、これ敵だ、敵だ、あいつをやるぞ、なかなか隙を見せやがらねえな、あいつ。よし、オッケー、あ、ゴミ袋つけてんのか、そっか、じゃあちょっとまたペットシリーズに戻そう、またすぐゴミ袋つけることになると思うんですけども、ここのライオンのたくさんいるところに行くんだね、ちゃんとした装備で行かないと多分やられそうなんで、できればジャンプとかもしたくないと、フテラノってさっきやったんだけどダメだったもん、もう大したことなかったからな、やるだけもなんか損って感じだね。あ、来ちゃ、来ちゃったよ。フテラノドンが。え、嘘、嘘。う、ああ。一撃なの？きついね。しかもちゃんとペット用シリーズで固めてたのに。あ、これ仲間だよ。うん。危ねえ危ねえ、間違えた。やっぱつくちばしで攻撃されたらもうひとたまりもないってことなんでしょうね。あ、いよいよもう一回死んだら終わりの状態になりましたね、これは。いよいよ追い詰められましたね、70年。よし、いけ、うん、しかしまだまだまだいけるか、そっか、ああいうプテラノドンとかいるから最強ではないんですね、それ恐竜とはいえね。よし、 OK、 うわ、待て、絶対まずい、これは。ちょっと攻撃方荒かったな、あいつは仲間だ、あいつは仲間なんか、あ、やってくれてる、よしよし、食える、何、嘘、よし、くそ、くそ、もうパンダ見に行くどころじゃなくなったな、これは。ペットシリーズでちょっと小補正を狙って、これ待っと、あ、ダメだ、これ隠れてない、全然。マリア、手前にいた恐竜が何とかしてくれるんじゃないか。だからスルーしてる、スルーしてる。
でもあいつら全部食えばかなりのごちそうなんだかな。あ、やばい。あ、こいつもいるんだ。うわー、真っ黄色だよ。さてどうする。まず工場が溶けるの待とう。73年か。よし、OK。よし。これが溶けちゃうのもう。この辺になんか今ガサガサっと下げてる。違うか。あ、食ってる食ってる。あー、どうしよう。ちょっといけないですね、ここはね。ちょっと、ゆっくり行きましょう。安物ペットを売るので、まず。どうしようかな、どうしようか。一匹ずつ狩るか。よしよし、すぐさま逃げるというこの方法で。うまい、食らってるよ。勝手にやってくれ。待て待て待て、ここにあったら、あれ、うわあ、腐ってるか、腐ってる。ってことはやっぱゴム袋つけてた方がいいかな。もうなんか、あ、待て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 、お前仲間だろ、おい、食うんじゃねえよ。また来るか。来たな。さあ来い。もう腐るんだね、もう。ベテランか。なんだこれ。あ、くす。よし、OK。よし。あれ？あれ？あ、あと、熱で制圧か。よし。よし。なんとか制圧できそうだ。で、ちょっともう寝ちゃいましょう、これで。あ、そっか、寝ちゃいましょうって。あれか。あ、コーラスだ。近いんだ。寝る。うん。よし。75年か。しかし、えらいプレイ時間取ってきたな。どんぐらいやってんだろう。よしよしよし、頼みすぎた。よし、もうすぐ交尾したいとこなんだが、できるだけちょっとそうだな、ここでやるよりも次のとこであれかな。あ、でもな、もうハングリーゲージもそんなないから、ここでもう交尾しちゃいましょう。はい、75年、ここまで来たか。はい、さ、それで今度はこっち狙ってみようかな。こっちはどうなんだろう。あ、餌まんまあるね。うーん、道玄坂、あー、こっちはなんか逆にもうあまりないですね、餌がね、代々木方面は。こっちでちょっと成長するのは厳しいかな。あ、これ仲間だな。紛らわしいんだよね、これね。しかもこれ上からのアングルだし、余計に分かりづらいっていうね。よし。よし。やーった、疲れてきたな、もう。どのぐらいプレイしてるのか分かんないけど、ちょっと。1時間15分ぐらいやってますね。あ、あ、こいつ、こいつは敵だ。よし、よし。OK。待てよ。今ゴミ袋いらない。まあ、いいや。もうゴミ袋かぶってるもん。ただこの、黄色い、ホコリがなんかね、不潔な感じでなんかあんまり好きじゃないんですけどね。まあいいや。気にしないことにしよう。これなんだ？なんかいたの今。一瞬見えたぞ。あー、仲間か。そうだな、もうここまで来るともう恐竜ばっかだから、もう
仲間なんですよね。敵があんまりいないんだな。でも成長できないからね、敵がいないことにもね。これは？あ、敵かこれ。敵だね。うん、オッケー。よし。もう全部軽い勢いでもうね、いかないと。この世紀末生きていけないんで、来てるから。あれ、なんか骨にいたような。あ、ちょっと待てよ。ライト、あ、いたいたいた。いるじゃないか。しかし、なかなか、照準が合わないぞ。ここか。こっちからか。いや、ダメだ。ダメだ。やめとこう、あいつは。あいつはやめとこう、なんか。なんか怖い。戻ろう。戻って、こっちに餌があるのかな。餌があればね、一番いいんですけど。思えば、この予言高原東ってあんまり、来たことがないんですよね。あんまりなんか来る機会がなかったっていうかね、まあ、ここにたどり着く前にゲームオーバーになってたんで大概。あ、猛暑。あ、でもね、この袋つけてんな。食えんじゃない。あれ、これ仲間。仲間かよ。何世代か前の仲間だな。誰か食ってあげればいいのね。なんか、ね、ずっと残ってるっていうのもなんかね、生々しいというかね。これで全部かな。どうだよ。よし、オッケー。あとは、じゃあ、あ、待てよ。ハングリーゲージでダメだな。ハングリーゲージがちょっと、あ、食うものが、あ、これあった。ポイズンゲージ。よし、オッケー。よし。で、肝心の、そうだよね。食ってないもんね。ルーキーだよね。ルーキーじゃね、ダメですよね。ちょっとね、うん。せめてもうちょっとなんか食いたいんだけど。ワニでもいいからね。ワニもいねえんだもんね、ここに。食い物がほんとないな。さあ、80年。来ましたね、80年。あ、いた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 。いたよ。必ず買ってやる。よし。よし。よし。うん。もう、いる動物はもう、自分たちの兄弟以外全て全滅みたいな感じでね。そういうふうにね、ちょっとね。さあ、80年か。こうなるともう100年まで行きたいですね、どうせだったらね。まあ私、ね、初めての100年なんでね。まあ、この動画見てくださってる方はね、100年なんかもう、100年どころかもう200年行ってるような。では200年まであるのかはちょっとわかんないんですけどね、その辺は。全然。まあ多分ね、少なくとも私みたいに80年すらも行ったことないっていうことはないと思うんですけど。よし。カラスだろうがね、何だろう、貴重ですよ、もう。はい。戻ってきたんですけど、果たして。あれ代々木公園西の方がまだあんの？嘘。あー、でも渋谷森林が、ハイエナ強盗団が獲物寄せかかった。渋谷森林か。そっちまで戻っか、じゃあ。ここにもなんかそこそこありそうですね、でも。多分ライオンだと思うんですけど、きっと。ライオン系が、あとこれがね、目的なんですよね、うん。こういうのが結構ね、ボロボロ落ちてるんでね、この辺には。ね、何度も言いますが。あ、そっか。お父さんたちのあれか。あー、さあ。餌ないか、ね、まだどうせプテラノドンなんでしょう、きっとね。何歳だ、ところで。あ、6歳か。やばい。まだルーキーなのに6歳なの、もう。6歳か。これ食えないか。食えないやつだな。あ。
みんな攻撃しろ。くそ、くそ、まずい。みんな弱いん、うわ、嘘。まさかのライオンに全滅って。いやー、まあ、正直ちょっと疲れちゃったなって思ったんだけどね。もういつ終わってもいいやって思ったんだけど、100年どうせだったら行きたかったな。でもな、ここまで来たらどうせやるんだろう。もうね、あと30分だろうがね、やったんですけど、ちょっと疲れましたね、さすがに長丁場で。はい、でも今ね、このゲーム結構やってるか、あ、もうハイスコア、まあ当然なんですけどね、自分の自己新最高記録つうか、はい、うん、今でもやってる方結構いてね、データ見るとね、ほら、マンスリーデータ、ほら、1ヶ月511位ですよ。ウィークリーだと195位。今日だと45位。はい。だって、今4時だからね、夜中のね。こんな時間ね。でも上にいるっていうのはすごいね、これね、さらにね。いやー、まあまあまあね。プロフィールってなんだろう、これ。プロフィール。生存年数82年。あ、こういうの見れんだ。へぇ。これは62年。なんだ、この人の方が短いじゃん、これは。あ、短いけど弱い動物ほどあれだもんね。あ、100年とか生きてんだね。あ、まあ、ちょっとね、100年いかなかったのちょっと残念だったんですけど、はい。まあ、十分堪能したということで、はい。ゴミ袋使えばやっぱりね、だいぶいけますね、本当に。もっと早く知りたかったなと思うんですけども、はい。じゃあというわけで、ディノなんとかディノニクスでクリアしたところで、本日は終了ということで、はい、次回もよろしくお願いします。さよなら。